Kimura Jiro Shihan is a Japanese Aikido teacher, successor of Kobayashi Hirokazu Shihan in Japan, and director of the Buikukai, one of the largest organizations affiliated with the Aikikai Foundation. He started Aikido in 1963 as a junior high school student under Kobayashi Hirokazu Shihan, well before the passing of Aikido founder Morihei Ueshiba. Kimura Shihan is one of the main Aikido figures of the Kansai region. He received his 8th Dan at the 2016 Kagami Biraki ceremony at the same time as Christian Tissier and Miyamoto Suruzu Shihan. To cover the many aspects of Kimura Sensei's practice, Guillaume Erard, a Daito Ryu practitioner and Aikido historian, and Jordi Delage, who started Aikido in a group affiliated to Kobayashi Hirokazu, teamed up for a joint interview held at the Master's Dojo in Osaka. We invite you to discover a not-so-well-known portion of Aikido practice and history with one of the kindest gentlemen we have had the opportunity to meet.木村二郎と申します、現在大阪部一会会長、公の立場といたしまして大阪府合気道連盟理事長とを務めさせていただいております。1963年ですかに小林弘和師範のもとに師事いたしました。それから現在に至っております。2度ほどお会いさせていただきましたが、私は何分その当時入門したての本当に白帯状態ですので、遠くからお姿を拝見させていただいたというのが現状でございます。何か威厳のある素晴らしい方でありました。そういう印象を強く持っております。吉祥丸先生はもちろん東京本部にいらっしゃいましたし、我々大阪ですので直接なかなかお会いするという機会は少のございました。直接お教えを受けたのは通道ございます。一番印象にあるのは、小林先生が亡くなりまして、新しい部一会として東京の本部の方にお許しをいただかなければいけない、願い書を持ってお許しをいただきに行かなければならなかったんですが、その当時小林先生と吉祥丸先生少し食い違いがありまして、少し問題がありました。我々としては非常に不安というんですか気持ちで、願い書を作成し、吉祥丸先生そして今の同志先生にお会いしに伺いました。というような満足のような顔されてて、で非常に優しいお顔で私の方に、小林さんとはいろいろありましてねとおっしゃいまして、昔でも今本当に懐かしいですと、ね、あなた方何の心配もなさらないでください、ご安心ください、すべて道場長にお任せくださいおっしゃいまして、その時のお顔が本当に未だ忘れておりません。ですぐに退席されたんですが、それから数ヶ月後にお亡くなりになりました。本当にあの時の優しいお顔を思い出します。で、今の道中、そのお言葉通り、我々に対して非常に、お力をいただきまして、まず我々が代表とした日伏正文、これに八段をいただきます。そしてその翌年には武道で一番一番重い賞ですね。武道功労賞を推薦していただいて、また、我々に対して5年続けて大阪の方にご指導いただいて、それのおかげをもちまして部一会もしっかりとまとまりまして現在に至っております。
だから私ども今次の私の後を継いでくれる者たちに、まあ微力ではございますが、自分たちしっかりと愛会のお役に立って、今後大阪また関西において愛会発展のために尽くしてもらいたいということを申しております、申し付けております。私が合気道を始めたきっかけというのは、実は体が非常に小さかったのです。中学入っても本当に身長も小さく、それで中学に入って何かをやらなければいけない、そういうことで、ちょうど偶然に合気道の何かの雑誌か何かを見たと思うんですが、興味を持ちまして、小さい私でも訓練すれば、修行すれば強くなれる思いまして、小林先生の方に入門させていただきました。はい、私の場合は父の仕事を、まあ、手伝いながら、ほとんどこの合気道というのに対して、まあ、おそらく、人生を捧げるであろうと、またそれに伴った訓練をしなければならないということで、ほとんど合気道のために生活を送ってたような記憶はございます。だから、まあ、プロと申しましても大変難しい時代ですので、まあ、生活それだけではやっていけませんので、少し父の仕事と一緒にやっておりましたが、ほとんどもう毎日合気道漬けの人生でございました。私が初めて道場をお預かりしましたのが、総合武道センターの合気道部門を担当しておりまして、いろんな武道の方々との交流がありまして、勉強はさせていただきましたが、直接習ってどうのという形はございません。合気道と申しましても、とにかく続けること、道ですので、公の道を歩むためには続けなければならない。でもただ続けるだけでは進歩がない。だからその私にとって合気道と言いますと、本当に毎日繰り返すことでありながら、毎日少しその中から何かを見出したい。でも稽古という意味は、イニシエに戻る、絶えず続けていく先人の素晴らしいものを受け継ぐということなので、まあ自分勝手に斜めに走っていってもこれは何のあれもありませんので、確実に教わったことを繰り返し前に歩んでいく、そういうことが私にとっては合気道人生であり。また繰り返すことの辛さというんですかが、粘り強さというのを作っていただいたかなと思っております。道ならば、死ぬまで歩かなければいけないと思います。で、道の大切さ、歩む大切さというのは、そうですね、どこまで行くんですか、体が続く、動けるまで行くのか、動けなくてもそれに情熱を持っていくのか、とにかく前に歩むことと考えております。だから続けることですね。で、私の場合は、まあ武育会というのの代表という立場になりますと、若い人たちを導かなければいけないけれども、それのお手本になる人間になりたいと考えて、やはりその道という日本古来の、まあ、ありとあらゆる習い事にある終わりのない点ですね、道ですね、それをどう歩んでいくかというのが私にとっては課題であると思いますし、あと何年後体が動くか分かりませんが、やはり教わったこととか
また上島先生に大変お世話になったお礼感謝をするためにも合気道を広げなければ、少しでも底辺を広げていかなければならないというのが役目ですので、続けていきたいなと、歩んでいきたいなと考えております。よくそれは言われます。ただ V 回は三角形ではありません。頂点を持って横が広がっているわけではなくて、ある意味連盟体であると。で、いろんな指導者がおって、それの、まとめ役が私であるという関係であって、私が前の師匠の小林先生のように三角形のピラミッドの頂点におるわけではなくって、横のつながりの中のまとめ役であると。だから V 会は大変広い大きな団体なんですが、一人の先生が指導技術を教え広げていくと、そういう形の団体ではなくて、小林弘和という先生に習ったもの、もしくはそこからまた広がった者たちが交流を持って一つの幅広い組織を持って、それをまとめているのが V 会という考え方で、決して三角形の頂点の関係ではございません。小林先生の合気道を伝えるというのも一つの意味ですが、まあ、もう我々は今上島先生に大変お世話になっております。まず合気界のという合気道をどう広げていくか、理解して皆さんに手を広げていただくか、でその中の技術的なことを小林の技術とかそういうのを取り入れながらやっていきたいなと。ただ小林先生の教えていただいた技術というのはやはりいろいろな細かい点ありますので、そういうのはやはり代々につなげていきたいなと思っていますが、別段小林の私形がこうだからこれを残すとかそういう意味合いのものではなくて、合気道の中の一つのその技法として、また合気道小林に習ったというもの同士の交流として、つながっていきたいなと思っております。あくまでも合気道の少しでも発展にお役に立てる団体でありたいなと強く願っております。本当にどの先生も今お悩みになっておられると思うんですけど、武道離れ、体育会離れ、大学ならばクラブがサークルはあるんですけど、体育会というのがだんだん減っておりますし、部員がなかなか入りにくい、そういう中において合気道は主の武道、守る武道を重視している面が強いございます。どうしても修行に長い時間スパンがかかります。長い時間がかかりますので、今の時代は、短いの形すぐ結果が欲しいという方が多ございます。その中で合気道の良さ、生涯学習としての合気道をどう広げるかという問題ですね。だから、若い人が結果だけを欲しがる方の多い中で、もっと広い長い面で見た合気道の魅力をどう伝えるかというのが、我々、上に立つ者の私を含め各先生方の問題点というかお悩みになられる点かなと思っておりますが、はい、よく聞かれます。で、小林先生は年間半分はヨーロッパにおられました。ということは我々日本におる弟子と同じ数がヨーロッパにもいてたということで、教えを受けた方がヨーロッパでかなりの数がいらっしゃいます。それも一つの国ではなくてヨーロッパ全土でいらっしゃいます。その方々はまあ今個々自分と信念を持って、まあ、自分の考え方を持って歩まれております。私も日本国内での
小林の、私は技術を継いだとは思っておりません。あの小林の組織は継がせていただいてまとめ役であったとは思いますが、今後、まあ、私もあの小林が亡くなってからヨーロッパにかなりの数出せていただき、あの今の現 V 区会の、参加道場としての、まあ、道場をたくさん今加盟していただいております。だがその中での以前に小林が教えたあのヨーロッパの皆さん方はまた独自の動きをしておられると思います。その中で弟子同士としてのつながりを持つという面ですね。ちょっと難しい面もあるんです。ちょっと歩み方も違う面もありますので、ただ自分としてはあの兄弟弟子として、まあ、交流は持ちたいなと思っております。ただちょっと歩み方にあの違いもあるところもございます。あの土井先生のお心で、私あの T社先生と宮本先生同時期に3人が八段を賜りました。宮本先生というのはもう皆さんご存知の通り日本を代表する、先生で、また T社先生もフランスというよりももうヨーロッパを代表する先生。お二人はやはり合気道のまあ大きな意味で看板的なことですね。あのどう歩むかというのをこう表面に出されて歩んでいかれる先生で、私は少し立場が違いまして、三角形とするならば底辺の道を、まあ、あの耕していくというんですか、あのアスファルトにしていくというか、あれ、そういうのが私の役目と考えております。だから小さい年代、お年寄り、あの女性、お年寄り、そういうのを幅広く合気道を理解していただいて、まあ、あの裾野を広げていくのが私の役目。知世先生、宮本先生、やはりあれだけの技術を持っておられる両先生ですので、あの合気道のそういう魅力をどんどん前に出していただきたいな、広げていただきたい。私はあの逆にあの下の方の底辺をしっかりまあ、あの拾ってということはちょっと言葉は語弊ありますが、あの耕していきたいな、しっかり固めていきたいなというのが私の夢であります。まあ、あのこのお付き合いはさせていただいておりますが、本当にあの素晴らしいお二人でございます。今後やっぱりあのどうですか、技的なことでも目標にしたいなと。人間性においては大変怖かったですね。あの昔の武道家ですね。あの非常にあの厳しい方でした。で、あの私にはあのなんていうんですか、部屋に入っただけにパッとそのムードが変わるというあれがありません。でも昔の先生方というのはそういうのを結構皆さん持っておられて、やはりこう体中からエネルギーが出てるんでしょうね。その威厳というんですか、あの武道家というなんか感じですね。もういかにもガッと強そうだというのがありますね。でまだ技術的にも本当にあの香港映画じゃないんですが、2メーターぐらいこう後ろ向けに飛んでいくんですよね、かけられると。あのボーンと、あの先生の技はあの出技という吸い込み、あの引き付け技、呼び戻しなので、ボーンとあの岩壁に当たる波と表現されておりました。だから当たって引く時の力が一番強いと。だからボーン、そのまま後ろ向けに2メーターですね。である時私とあの矢口が、あの師匠本番に強いんかなと大それたことを言いまして、矢口があの空手をやっておりましたんで突きを入れに行ったんですけどね、本当にどうして投げたんかなと分からないぐらい上に投げられてボン、やはり強いなって二人とも言ってたんですが、やはりあの修行積んだ方ですね。はい、
あの当時の打ち出しという立場はどうなんでしょう。私詳しくそういうのあたりのあれは知らないんですが、まあ、先生は漆職人だったのです。